ラジオネーム、あの日のびきに、からの依頼、再現ドラマってやつを研究せよ。再現ドラマ、わあ、あれですよね、よく見るやつ、よくテレビで見ますね、うん、あー、あるね、結構大げさなやつですよね、うん、あれ、うわ。でね、今回何を再現しようかなって思ったところ、はい、パフュームロックス宛てに届いていた神奈川県ゆっちくん17歳の男の子の恋の相談メッセージをもとに、うん、3人でそれを再現してみたいと思います。なるほど。まずのっちがゆっちくん役ね、はい、男の子、ゆっちくんね、うん、でゆかがゆっちくんの彼女役、女の子です。彼女役。そしてあーちゃんがゆっちくんの男友達の役です。男の子です。なるほど、わかりました。やってみましょう。キャラ的にはどういう感じの男の子なんですかね、これは。どうなんでしょうね、ここ自由に言っちゃっていいんですかね。自由でいいんですか。常に多分あーちゃん、まあやぞう、あやぞうとのちおは常につるんでる感じ、うん、あ、マジ仲いいみたいな。でもあの、のちおと、うん、そのあやぞうのキャラ被りそうなんで、最初の方すごく模索しますが大丈夫ですか。頑張りましょう。そこだいぶ大丈夫ですか、はい、探しちゃいますけど。やってみましょう。探しましょう。はい。やばくない、ね、え、サマーズやばいよね、マジ今来てるよね。やばいね。え、これからどうする。どうしよっか、じゃとりあえず服とか見に行かね。あー、いいよ、うん、あ、ちょっと待って、ん、携帯だった。ゆかか、もしもし。あ、もしもし、のちおくん。お、どうした。どうしたって今何してるの。今はあやぞうと遊んでんだけど。今日はゆかと遊んでくれないの。またかよ。いやさ、ゆかの気持ちもわかるけどさ、うん、俺だって男友達と普通に遊びたいんだよ。やだ、私のちおくんに会いたいよ。めんどくせーなー。ねえ。ごめん、なんか、出っ歯の、のちおくん、調子が悪い。え、見た。ちょっと、のちおくん、え、ゆかから。ああ。え、俺別にいいよ、ゆか会ってきなよ。いやー、だって昨日もその前のずっと一緒だったんだよ。てか、うん、そもそも学校でもずっと一緒なのに、ほんとに。あ、ただよ、かかってんじゃん。もしもし、ちょっと電波悪いって嘘でしょ。ねえ、今日会えないの。だから今日はあやぞうと遊ぶ約束してたんだって。いいじゃん、私と会おうよ。なんだよ、いいのよ、今日はあやぞうと遊ぶんだよ。でもじゃあさ、じゃあ私何したらいいわけ。知らねえよそんな。何、ちょっと後よく冷たく。大丈夫なの。いやもうほんと、ゆか束縛激しいんだよ。そうなんだね。そうなんで、メールだって前にすげえ量来るし返せねえっつーの。それめんどくせえな。え、別れちゃえば。いや、別れるとかじゃなくてさ、好きは好きなんだけど、まあ、たまには俺だって男友達と遊びたいじゃん。あー、またゆかだ、めんどくせえ。待ってぞ、この歌いい曲だね。え、これは7月の8日に発売されるトライアングルの中からナイトフライトだよ。そうそうそう、俺の着メロ、俺着歌着歌、俺もそれなんだよ。あ、そうだ、一緒なんだ。え、今これ先行で撮ったんだよ。あ、そうなんだ、これいいよな。もうゆかからの電話ほんと出たくねえんだよ。いや、出た方がいいんじゃねえか。あー、めんどくせえ。これは若干フィクションが入ってます。いや、全部でしょ。多分ね、設定以外は全てフィクションだよね、これ。探したまま終わっちゃった。キャラ探したまま終わっちゃった。最初の方とかさ、めんどくせえってもう電話の先で言っちゃった。電話の先では言わないっていう方法なのね。私の前で言っちゃってるっていう。ゆかちゃんにもう言っちゃってんの、電話で。ゆかちゃん強いね。大丈夫かな。ひどいわ。のちおか、のちおひどかったな。いや、ゆうちくんからね、メッセージもちゃんと紹介します。それだけでよかったんじゃないか。